こんにちは。この動画は歯科衛生士専門学校の公衆衛生の授業のサブ教材です。今日は公衆衛生入門丸1と題して公衆衛生の入門のお話をします。公衆衛生？日本語ですが意味が分かりません。これは英語のパブリックヘルスを訳したもので、もともとの意味はパブリック、みんなの、ヘルス、健康ということで、この動画では公衆衛生をみんなの健康と呼ぶことにします。なぜみんなの健康なのでしょうか。ここで似た概念として一人の健康と比べて考えてみましょう。みんなの健康を調べることでこんなことが分かるようになります。例えば虫歯の本数、これは代表値。例えば平均値が分かっていれば、平均値と自分の本数を比べるだけで自分が虫歯になりやすいのか、そうではないのかといったことが分かります。他にもある地域が他の地域よりも虫歯が多いか少ないのかを調べたい場合、一人一人の虫歯の本数を見るとばらつきがあるけれど、みんなの健康、例えば平均値を見ることで本当に地域ごとの違いがあるのかないのかが見えてきます。さらに虫歯の原因を知りたい場合、虫歯の多い人と少ない人を比べるよりも、虫歯の多い集団、虫歯の少ない集団を比べることで、一人一人の個人差、ばらつきに惑わされずに、より原因に近づきやすくなります。みんなの健康を考えることで、一人の健康を周りの健康と比べることができる。ある集団と他の集団を比べることができる。一人一人のばらつき、個人差を小さくすることができる。このように目の前の一人だけからは見えてこない情報、健康の性質が見えてきます。これがみんなの健康を考える代表的な理由です。このような分野を疫学、エピデミオロジーと呼び、今回の動画のシリーズでは入門編の次に紹介する予定です。最後にクイズを用意しました。時間のある方はチャレンジをお願いします。それではチャンネル登録と高評価のチェックを忘れずに、次の動画をお楽しみください。